1989年ベルギーミック -23 墜落事故は1989年7月4日に発生しソ連空軍のパイロットの乗っていないミック -23 ジェット戦闘機がベルギーコルトレークにある家屋に墜落し一人が死亡したパイロットは技術上の問題に遭遇したため1時間ほど前にポーランドのコーブジェク近くで脱出していたが 航空機はその後もおよそ 900km にわたって飛び続け燃料を使い果たして墜落した。この事故の発端は通常通りの訓練飛行であった。パイロットのニコライスクリリン大佐はポーランド後部軸のバギチ空軍基地からミック -23M を飛ばすことになっていた。離陸の際にエンジンのアフターバーナーが故障し出力が一部失われた。 高度150メートルで降下中に、パイロットは航空機を放棄することを選択し、無事に脱出した。しかしエンジンは稼働し続け、無人となったミック -23 は、オートパイロットで西へ向かって飛んでいった。無人の航空機は、ポーランド領空を離れ、ドイツ民主共和国を横断して、西ドイツに入り、そこで、オランダのソーステルベルフ航空基地を拠点とする。 在往アメリカ空軍第32戦術、戦闘飛行隊の F-15 戦闘機の編隊の溶撃を受けた。F-15 のパイロットは、ミックにはパイロットが乗っていないと報告した。ミック -23 は、オランダ領空を横断し、さらに、ベルギーへと入った。追尾する F-15 は、北海でこの機体を撃墜するように指示されていたが、 ミックは燃料を使い果たしてゆっくり南へ向きを変え始め、フランス空軍が戦闘機を警戒態勢につけることになった。9 0 0トル以上を飛行した後、ミックは最終的にフランス国境から1 0トルほどのベルギーのコルトレーク近郊で家に墜落し、18歳の住民一人が死亡した。ベルギー政府はソビエト連邦に対して迷走した。 航空機についての通告がなかったことに公式の講義を行った。当時のベルギーの外務大臣マルクエースケンスはミック -23 が最初に NATO のレーダーに移ってから墜落するまでの1時間以上の間、ソビエト側からは何の警告もなかった。さらにこの航空機が核兵器または有毒な兵器を搭載していたかどうかについて開示。 するのが顕著に遅かったと懸念を表明した。ありがとうございます。